安倍はみんなと合コンするためずっとミーティングでスタンバってました。第一印象から決めてました。よろしくお願いします。どう俺かエロラシ言ってロラシ早く行けよ。ちょっと男子おい男三人でよ。はい、お願いします。はい、お願いします。オッケーよ、いつでもいいわ。オッケー、ありがとう、ありがとうダーリン。なんかそっち行くわよ、行くわよ、行くわよ。地獄か。背負い投げ。ちょっとあんたたちタスクしなさいよ、ちゃんと。やってるわよ。ちょっと最近 M が悪くて。確かにイケボ。確かにイケボ。ああようこそ。この船。あれ先端さんだ。お先端さんだ。先端さんだ。人18人ぐらい湧いてましたね。やばすぎ。このマップ10人しかいませんけど算数できますか。でもアドミン見たらキッチン58でした。いや98は、もうそれ数字で出てるでしょ、多分58って。まあじゃあ行きますか。はい、僕もそういうとこでしたね、今回は。もういい男を探すサビに出ますが。そうね、この船にいい男いるって聞いて来たのよ、4人。4人で来んな。え、婚活企画なの合コン。じゃこそそ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 似てるの。似てるの。え？マスクやらなきゃ。この帽子もいいな。すごいなんか沸騰してる、沸騰石みたい。ああ、あら。何？あらいい男。何？あれそっち？あれそっちなの？何よあなた。私ゲイよ。頭も伸びてないこれ。ピヨピヨしてる気がする。安心したわ。おい。あ、嘘。え、なんで？おい。おい。ルちゃん？はい、こんにちは。え？先端。あ、やっと見つかった。え、どこにいたんだ？あ、先端。先端さんが死んだ。俺。先端が。俺。いい男が二人も死んでる。20秒以上前に死んでる明夜さん。20秒以上前に死んでた。うん。明夜さんあれ、展望の下で死んでました。1分半ぐらい死んでるわもう。展望か。あ、でもこれでこれで44だから。展望？エロちゃんはね、20秒以内。展望メイヤさんいたのめちゃくちゃ最初らへんだけどね。いやマジ20秒以上前に死んでたから。1分半前に死んだんだこっちは。開幕で死んだか。だから合コンにはちょうどよくなったね。ちょうどいいわ。おい最初持ちだろ。確かに。そうじゃん。奥さんいるの。役でやってんのやばだろ。停電直した時にいたのが慎太郎オラフが展望デッキにいたけど。うん。でもね僕とオラフくんね多分武器庫とかから向かってるよね。うん。ですです。僕序盤宿舎前らへんでいてネロちゃんが宿舎前でエンジンで分かりましたね。その後僕エンジンのベントの上にいました。いた。何やってんねん、タスクしろよ。あーでもふざけんじゃねえぞ。エンジンのベントの上からエンジンの方てめえがベントの上にいるからこっちは死んでんだよ。ちょっとアベコ、ちょっとアベコ、あんたいい男食ったんじゃないでしょうね。食ってないわ。だからなサントスさんのこのネスキャラは何なんこれ。どう見たってあいつらいい男じゃないわよ。やっぱりタケちゃんは目が相変わらずタケコは厳しいわね、本当に。やっぱ年収1000万以上じゃないとないわね、あんた。確かに確かに。しかも YouTuber なんて不安定よ。そうやね、年収35万って言ってたからな、メイヤ。そんなねえよ。そんなねえよ。そんな少なくねえよ。そんな少なくねえよ。結局、誰がインポスターなんですか？タケオさんです。あ、タケオさんなんだ。いや、わかんないです。僕が手で直したんですよ。あんた、クズをぶち殺したの？クズをクズをって誰よ？メイヤさん。メイヤさん。タケオさん、停電直してるから怪しいと思うんですよね。言われてほど死んでるのに。超人物出ましたね。まあでもこれでいい感じの合コンできるんで、私にとって確かに今4対4だ。じゃあ最後だ。一人だけ男あさりに来てる人いる。うるせえぞ。今。本当に死んでる。かわいそうに。年収までさらされて。絶対死んだな、あの男。
あ、知る知る知る。おにぎピッチンに3人固まってる。タスクなんか一生やんねえかな。あ、え、あ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 、はい、影丸さんです。はい、違います。完全にアルマジロがやってました。新様、まただな。新様、ドアを僕が開けている証明取れません？影丸さんが突っ走っていきましたよね、先に。え、違う違う、俺が開けてもそのまま上を押してたんだよ。え、そんなこと言う。違う、開けた瞬間に、開けた瞬間に、開けた瞬間に僕がドアの前に立っていて、影丸さんが突っ走っていって。あれ、一回練習聞こう、新太郎さんの。それまで新ちゃんの練習聞きたいんだけど、僕の練習 NG なんですよ。だから親御さんから NG が出てるらしいな。ペアレンツストップかかってるんで。ちゃんとつまちみストップ。ペアレンツストップっていう単語があるんだ。しかも私の配信を見てたらしいわ、しんちゃんの親御さん。ちゃんととつまち見てる。もう親御さんに挨拶してんのね、あんた。もう一方的な挨拶が。気が早いの。早い。影丸ずっとインポスター引いてる。影丸さん、早く自首してください。違う違う違う。毎回黒い罪が軽くなりますよ。毎回死んでる。いや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 、今、どんどん自分の罪を重くしてるのはあなたですよ、アルマくん。ちなみに、新様的にはどうなんですか？わかんない。真っ暗だったから。確かに、またちょっと、でも確かに、またメンズ4人になっちゃったから、バランス取るために三々にしたが雰囲気いいから、自分でるのはありね。ずっとそれ主体で考えてるんだ。タクオさんいたよね、現場に。こんなことしか考えてない。でもあれ、エンジン方面から来たから。いや、そう、本当にそう。サントスさんから、サントスさん。うん。いや、タケコと一緒に、しんちゃんの探してたから、きついな、こいつ。サンコと一緒に。なんでお前らメス肩ってんだよ、マジ。一緒に探してたから。タケコとタケコとメス肩ってんだよ。一緒にしんちゃんの尻を追っかけてたもん。だから隠してるよ。オラフ君は、影丸さんです。誰に入れたの？いや、わかんないから適当ねえだ。待って、怖い怖い怖い。いや、マジで違う、本当に違う。いや、だって、あれちなみに、じゃあ、ここかな。もう僕、あとミーティングで終わりますよ、タスク。安倍は、みんなと合コンするためずっとミーティングでスタンバってました。第一印象から決めてました。タスクは？よろしくお願いします。第一印象から決めてました。俺か、ローラーして、絶対ローラーして。あんたも、いや、それはオラフ君に入れたやつ。全部合コンベース。なんとさの考察が。全部合コンベース。おし、おにき、任せてくれ、サポートは。中野アルマ、アベレージ、慎太郎が今、慎太郎とね、アベレージがメイン、あ、ごめん。アベレージはここにいる。どん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 。ミーティングに2人乗ってる。あら、あら、乗ってるじゃない。意味あるかも。お腹すいた。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスボタン。じゃあ、いいね。邪魔者もいなくなったし、三三になったんで、そろそろ。誰が好きな人に投票する？やっちゃいますか。あでもアルマ慎太郎ラフで女の子どれを選ぶか。ちょっと、私たち一旦トイレ行ってきていいですか。じゃあちょっと。なんでメイクメイクしに行くメイク直したいんで、ちょっと崩れちゃった。ちょっと崩れちゃったって言わねえ。ちゃんと阿部子さん子たけ子も選んでね。あー、じゃあちょっとやっぱり会議必要だからラウンジで。あ、そうですね。あ、ラウンジ。一回ちょっと会議しないわねこれ。一回じゃあラウンジで。そう、一回レンズとラウンジだとちょっと話して。うん。ラウンジでさ、女の子3人が一番左のトイレにサントスさんが入って、左から2番目にアベレージさんが入って、左から3番目に竹尾さんが入って、マッチングそれ男3人でどれを選ぶあの一斉ので入りましょう。ちょっとリアルっぽいじゃねえかよ。そう。あ、逆がいい。逆がいい。そう、私たちが選ぶ立場や。あ、逆がいい。調子乗んじゃないわ。あ、ごめん。選ぶじゃあ、一番左から新様アルマオラフ君でいいですか？トイレ。はい、じゃあ、それで、じゃあ僕らトイレ入ってくんで。はい。よし。うわ、これはちょっと。今までボタン費やしてきたと思ってんのよ、もう。ちょっと女たちで。そうですね、メインちょっと。メインのちょっと。メインのちょっと。メインので。行きましょう、行きましょう。そうね、誰にしようかしら。これ成立だ。なんであんた犬よ。トイレに任せた瞬間、停電して、あの、端の部屋行って殺してで、あれ？あ、振られた。私も正直決めてて、あ、ちょっと、僕クルーなんですけど、多分これ、アレマタケオとかなんで。あー、絶対そう。ねえ、これ、アレマタケオ。タケオ、タケオ、聞こえる？タケちゃん？タケちゃん？タケちゃん？一回、ちょっと、タケちゃん、メイクにしてるかもよ。タケコ？
現場のタケコ。聞こえるわよ。聞こえる。ああ、聞こえる。更新したら聞こえた。おお、あんたったら本当にドジっ子。そういうとこ可愛いよね、あんた。そう、ありがとう。ラウンジって。悩んだんだけど、アルマ最近伸びてるし、慎太郎もちょっとアニバーサリーだったからいいかなと思ったんだけども、私やっぱ面食いだからオラフで行くことにした。あオラフ君かわいいわね、なんか女母性くすぐられるっていうか、そう、なんかしかも尻もいい尻してる、ちょっとさっき触らせてもらったんだけど、いい尻してたから。あー、ちょ、エッチー。ちょっと早く行けよ。早く行けよ、お前ら。男食いのサントスのままだせじゃないから、あの尻は誘ってたから、もうしょうがないわ。早く行け、待ってんだよ、タケちゃんは。私は新様行こうかな。だって、あの、なんか実家が太いらしいんで、カフェね、ちょっと料理ができないらしくて。ああ、言ってたわね。なんかこれから一人暮らしするらしいんだけど、私が支えてあげようかなと思って。ああ、優しい。タケちゃんやっぱいいわね。本当いいよ、ね。私はやっぱ、アルマくんかな。さっきのあの、子供っぽい感じ。すっごい私ゾクゾクしちゃったの。ああ、ボセくすぐられちゃダメだもんね、本当に。そうね、やっぱ男はいじめるに限るからね。あ、ちなみに私、オラフの場所しか聞いてなかったから、一番、あの、右から2番目入るけど、2人とも覚えてる。オラフ、アルマ。私が、確かアルマだから真ん中ね。あれあれそうよね。え、あ、女の子たち下。左から順に、左。やばい。男の子集合しちゃった。行けよそのままよ。あ、いたせんだちょっと男子おい、男3人でよ待ってくださいよ今決まったおい、男3人でトイレにいたんだよ、今ちょっともう一回、配置を教えて、配置。メンズ。一番左が審査まで、その隣があるまで、その隣がオラフ君。あ、この一番右が空いてる。一番右が空いてる。じゃあ、あの、停電入れてもらってね。停電いいわね、停電。じゃあ、行きましょうか。行きましょうか。停電、いいよね。停電入れたら停電よね、これ。直前で停電入れてもらえるとありがたいわね。そうね。まあ、あんまり並べてくれ。ドキドキする。これで、停電お願いします。なんで停電待って、待って、連れてるから。オリピー、新太郎。うわこれはあっ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 やべえだろこれ。新様、いや新様美味しくいただいちゃった。肉食系女子。文字通りの。そうよね。タケコあのなんか実家が太いから新様。あんた遺産狙いだったのね。保険金殺人よこれは。恐ろしい女。保険金殺害よもう。いっちゃうこれ。だからやばいことしてたのか。いや終わりだよ。影丸さんインポスターだから。あ、そうなんだ。いや、美味しくいただいちゃいました。もうあんたどうだな。仕方ないんだから。そこはタケコのいいところだね。肉食系すぎだろ。ガチの肉食系。肉食系すぎるだろ。いやーなんか相乗り見てる気分だったわ。あれって打ち合わせでバラバラに入ったのか、それとも本気でバラバラになったのか。打ち合わせ。あ、打ち合わせか。なんだ。そう、私たちが、でもちょうど終わりましたよ。誰がどれいいかって、本当に真剣に吟味して終わりました。確かに相当時間ありますよね。真剣に議論。メイヤさんがなんか必死にアドバイスくれてずっと聞いてた。キッチンに3人いるとか。サポートしてるんか、お前。俺は基本サポートしますからね。ああ、偉いですね。偉いな。やっぱインポスターに勝ってほしい。いや、いいですね。俺の主催の貴重なさ、議論時間をさ、そんなことに使わないでもらっていいですか？おい、主催だから一番さ、やりすぎだろ、お前。ずるいぞ。おい、そうだ、お前、主催者権限入っとるだろ、これ。めっちゃ引いてる。なんか俺めちゃくちゃインポスター引いてる。え、部屋立て直します？大丈夫ですか？いや、大丈夫です。変わんない。もう誰がインポスターでもいいですよ。確かに。でもそれ、
それぞれ部屋入った時のリアクションはちょっと楽しみだな、本当に。別各部屋。確かに。あの、霊界盛り上がりすぎて何も聞こえなかった。何も聞こえなかった。ごっちゃごちゃだったもん。金太郎さんが殺されたところでもう、うわーってなってたからみんな。いやもう、竹雄さんだって、金太郎くんと一言も話さずにただ殺したからね。悪魔じゃん。前振りもなかった。そのために入った。前振りもなかった。